はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版。本日のテーマ、楽しい小学校受験の準備です。それでは、西荻フレンドリースクール室長、今野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、やっぱり。松浦さん、小学校受験なんて、ね、は楽しいに越したことはないですけど、はい、まあ、子供も苦しいけど、3倍親は苦しかったかなって。思ったんですけど、ただね、その楽しい小学校受験っていうのは、うんうん、その勉強を楽しくやるとかっていう意味じゃなくて、はい、そこがメリハリだから、うん、私もすごく自分の時のことを考えると、いや本当楽しいか楽しくないかっていうよりも、親としての考え方としては、まあね、今思えばだけどね、うんうんうん、今日はできるかな、今日はできるかな、こんなにやったんだからできるだろうと思って、だいたい3倍裏切られるんですよね。だから辛いな。そう、親は辛いんですよ、うん、で、まあよくよく考えてみると、何が楽しかったかなっていうと、私としてはまあ出かけていくわけだから、うんうんうん、まあ自分もそういうこと好きだからあれなんですけど、今でも子供いますね、やっぱりあの新助たちが言うのは、ほらほら、あの近くのなんかお昼食べたとことか3ミリかなんかだったような気がするんで、あの当時もう駅着いて、で、ちょうどその近くに3ミリがあったんで、よく3ミリは入ってね、ご飯食べたりして、そう、あのパン屋さんみたいな感じで、この辺にはないんですけど、でそこでご飯食べたりとかして、で言うと、やっぱりそこで外食っていうのは前も話したんですけど、他に何もすることがあるわけじゃないから、おのずと子供との会話、うんうん、でそんなにね、幼児期にその親子でべったりね、はい、そうどっかでご飯食べて話をするっていう機会ってそうあるわけじゃないですね。そうなん、そう、そういうことしてなければね、うん、でも週1回は、最初の頃は週1回行けばそうだし、週2回行けばだいたい昼頃だったんで、ご飯を食べて、今日はどうしようかね、あしようかねって言いながら、うん、まあ行ったっていう、でもすごく子供にとって覚えてるみたいなんですよね、だからその受験の勉強についていいか悪いかとか、そのね、受験というものが楽しいか楽しくないかっていうことの問題よりも、やっぱり小学校受験はやっぱり厳しいもんだと思うんですよ、うんうんうん、どんなことしたって、まあできなきゃ怒られるだろうし、本人も嫌な気分になるだろうし、親も嫌な気分になるだろうし、そうそう勉強中は楽しいわけじゃないんだけど、そうじゃないところにね、やっぱり楽しみを見出すっていうか、子供と一緒にね、ご飯を食べたりとか、じゃあ今日頑張ろうねとかって言いながら、こう出かけていくこと、それがすごくやっぱり楽しいかなっていうふうには私は感じたんですね。あと楽しい小学校受験をするっていうことは、こうルンルン楽しくて、幼稚園のようにという意味じゃなくて、まあ今うちなんかでもまさにそうなんですけど、はい、やっぱりちょっと自信がなくてできなくて、まあ絵もあんまり上手じゃなくてっていう、まあ自分は不得意だと思ってるんですけど、ここのところに来て、なんかまあその絵の先生が言うには、まねっこして描くことがこの人すごい上手だっていう、でもやっぱりそれでもいいと思うんですよ、うん、でなかなか上手なんですよ最近お弁当の切り絵してもすごく上手だし、うんうんうん、だからさ、私も素直に、はい、すごいじゃんとか言って、できるようになったじゃない、いい絵描くじゃないとか言って褒めたことが嬉しいのか知らないんですけど、うん、最近はそこに楽しみは見出してるみたいなんですよね、うん、そうだから小学校受験ってこういろんな分野がある、決してペーパーだけじゃないし、今うちの生徒たちなんかドミノに燃えてるんですけど、はい、みんな注意深くないから、今年は珍しくドミノが完成しないんですよ。あらだけどなんか本当にこうかしこまってた子がまるで家のように寝っ転がってやってたりして、一応注意するんですけどねでもあそこまで自分がね出せるようになったんだなっていうことに私たちも嬉しいし、やっぱり子供もそれだけね、あ、みんなと、そう、みんなとこうやってドミノをやるのは楽しい、失敗はするけれども、うんうん、苦しんでドミノを立ててるわけじゃないからうん、うん、でみんなが本当にできた時で稀ですけどね、うん、その時はみんなで拍手したりとか、うんうん、そういうこうなんていうのかな、苦しいところもあるんだけども、うんうん、そういう楽しみを見出したり、
またうちの生徒みたいにこう小学生がたくさん、もう合格した小学生がたくさん帰ってきてるんですけど、そういう子たちにをやっぱり目の当たりにして、今苦しいけどでも小学校に入ったらこんなに楽しくみんな通うんだっていうことをこう目の当たりにして見ることによっても、また自分は頑張ってね、楽しい学校に行きたいってこういう思い、だから楽しいっていろんなところにこうかかるんですけど、やっぱり今後楽しい学校に行きたいとか、みんなと一緒にこうやってねドミノしたら楽しいとかで、今あの人たち の, あの楽しみは年長さん、年長さんね、はい、面白いんですけど、あのまあみんなでね、まあ、お昼またぐので、うんうん、お昼ご飯をなんかみんな持ってきてるんですよ、はいはいはい、でそれをこう食べる、うんうん、ことになんかすごく喜びを見出してるみたいで、うんうんうん、その時間楽しいんだとかって言ってる子どももいるし、まあ、そのあたり自由に遊ばしとくんですけど、はい、あまりにでもそれもまた面白くて本あれが出るので、うんうん、本書が出るから、うん、それは私たちも注意深く見てるんですけど、だから楽しい小学校受験っていうのはペーパーだけって考えるんじゃなくて、ペーパーを楽しくするんじゃなくて、ペーパーを楽しくないんですよ、私でも楽しくないぐらいだから、うんうん、苦しいんですよ、はい、なかなかできないし、その周辺の部分か、うん、そういうところに楽しみを見出しながら、うん、こうペーパー作業をやっていくっていうね、うん、そういうのをまあ楽しい小学校受験っていうんじゃないかなっていう、探せばいっぱいね、うんうんうん、楽しいことってあるんですよ。だまあうちの上の子が通ってた、新助が通ってたところっていうのはまあ行ってペーパーをやったり、まあ、リトミックやったりだから、そこの自体にあまり楽しみはないなと、うんうん、私も何かみんな友達とね、はい、帰り遊ぶとかそういうのもないし、うんうんうん、友達と会話するっていうこともないから、はっきり言ってそこ自体はそんなにね、うんうん、行ったことを楽しいと思ってないと思うんですよ本人は。ただ入れたことによって楽しい学校に入れたって喜んでますけど、うんうん、でもそれ以外にやっぱり親と一緒にこうご飯を食べたりとか、親と一緒に電車に乗ったりとか、そういうことの行きはですけどね、うん、帰りは大抵私怒ってるので、ね、行きはまだね、行きはまだね、こっち希望に満ちてるんですよ、うん、うちの今日はできるかもしれないと思って、うん、黙って90分してるうちにだんだんイラ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 とかしてね、帰りは大抵爆発して帰るんですけどでもそういうやっぱりその一時でも一緒にお昼を食べたりする楽しさっていうのは、うんうんうん、うんうん、やっぱり見出してるかなって。そうですね、うん、でもその楽しさ見出してるかなっていうのはすごいいいなと思ったのは、うん、やっぱりどこかで楽しいのをあえてね自分の中で意識しとかないと、そう11月まで持たんよっていうのはあるかもしれないですね。それは私たちもそう思いますね、うんうんうん、だから楽しさをやっぱりこう意識させるっていうかね、うんうんうん、だからおやつ時間もあれば、うんうん、ね、休憩時間もあったり、休憩時間もあったり、うん、まあこうやって長く接してれば遊ぶ時間もあったり、そういうことを通してね、うんうん、あのトータル的に見てその中に楽しみを見出していくっていう、うんうんですね、だから、まあ、親御さんたちもね、子どもたちもそして僕たち先生たちもね、うんうん、なるべくストレス切りでね、だから全然今の年長さんって、ね、うん、あの行きたくないとか勉強やりたくないとか一人もいないんですよ。思い詰めたりとかね、もうそう、うん、みんな楽しくやってくるんですよね、うん、あれが不思議でしょうがないんですけどねだから子どもたちの中に私の気持ちっていうのがこう投影されてて、うん、ね、やってる中から楽しみ見出しなさい、見つけなさいってい う, い う, こうアピールを常日頃してるから、今ぐらいになるともうそんな苦しい顔なんか全然してないですね、うん、もうみんな楽しく、怒られるときは怒られる、褒められるときは褒められる、友達と楽しく過ごすときは過ごす、そういう中から楽しみを見出しながらやっていかないと、とてもとても11月まで追い詰められちゃうからね、はい、ぜひぜひ参考にして準備していってください、はい、ありがとうございました。はい、では教室からのお知らせです。フレンドリースクールでは子育て幼稚教育相談会、平日土曜日に行っております。体験授業も受付中、1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。面接特訓や、願書添削も受付中です。こちらもある意味その親御さんのね、ストレスを減らすという意味じゃないですけれどもね、もちろん準備の方はね、親御さんにやってもらうしかないんですけれども、最後のチェックだったりとかね、あと面接特訓の方でしたら、その準備部分ですね、そちらをそのある意味こういった
外部のね、パワーを使うことによって他のことにね、力を入れることができるんじゃないでしょうか。現在も受付をしておりますので、ぜひご検討いただければと思います。連絡先です。電話番号が 03-3390-0750 番、メールアドレスは info@friendly-school.com です。相談会、面接特訓、願書添削、現在ご覧いただいているこちらの YouTube の概要欄見ていただきますとリンク等が貼ってあります。はい、なんか外が賑やかですね。教室は引き続き小学校試験、幼稚園受験、海外での教育、英語教育など幅広いテーマでお話をしてまいります。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。本日も最後までありがとうございました。それでは失礼いたします。